出来事終戦に伴い、この年から全てのゴルフメジャー大会の開催が再開される。終戦に伴い、この年から全てのグランドスラム大会の開催が再開される。プロ野球、第二次世界大戦が終わった、翌年の1946年、日本プロ野球は1944年以来2年ぶりに公式戦を再開したが、 平役についていた選手たちが元の球団に復帰するかどうかで揉め事があった。当時は元板チームが敗戦前に解散していれば元のチームに戻る必要はないが元板チームが敗戦後も解散せず勝つチームから何らかの形で給与を受けていた場合は敗戦前に所属していたチームに復帰しなければならないという決まりがあった。しかし東京巨人軍からは ビクトル・スタルヒンと白石敏夫が阪神からも藤井勇が球団の許可なくパシフィックへ入団してしまった。これによりパシフィックは連盟から問題が解決するまで3選手の出場を禁止するように言い渡されたが、藤本定義監督は3選手を5月下旬に行われた4試合に出場させてしまった。このことで巨人と阪神はパシフィックを提訴した。 提訴が受け入れられ、3選手が出場した4試合は、すべて0から9で、パシフィックの敗戦となったが、パシフィックの実際の勝敗は1勝3敗であった。その1勝は、この年巨人と優勝争いをしていたグレートリングから挙げたものだったため、ライバルに1勝をプレゼントしてしまう結果となった。最終的に1ゲーム差で、グレートリングが優勝し、同率で、 プレーオフとなるはずが提訴をしたために、巨人は優勝を逃した。大学野球戦後最初の東京6、大学野球開幕式東京6、大学野球中東野球。ありがとうございます。